まりました、レジェンドな人たち。ありがとう。第4木曜日はレジェンドグループ会長のありがとう栗田圭一さんです。よろしくお願いいたします。そして本日ゲストにお迎えしておりますのがですね、なんと今日本で一番稼いでる20代の現役社長でいらっしゃいます、フリーエージェントスタイルホールディングスの会長でいらっしゃいます与沢翼さんです。与沢さん、よろしくお願いします。さすがですね、会長と与沢さんのねこのトークを聞きたいとね、スタジオまで足を運んでくださって、こんなにもうね、そうなんですよ、ちょっとね、ごめんなさいね溢れてるね、実はね、以前にも与沢さんには、うん、私と国武さんでご一緒させていただいていた番組に、うん、違う曲でね、はい、うん、アットなんちゃら曲でね出ていただいてたんですけどもその時から数えてもう半年以上、そうですね、12月ですからね、8ヶ月経ったところですね。そうですね、はい、うん、またその8ヶ月前と8ヶ月後、うん、今日はね、うん、そう、 あの時でもあれだよね、はい、あのもう月3、4000万とか稼いでたんだよね。そうですね、3000万、4000万稼いでました、ね、はい、そこから今8ヶ月でどれだけ、うん、なったのかというのはまた後ほど聞かせていただきましょうかね。後ほどいただきましょうかね。ちょっとね、1分で絶対収まらないんで。そう、そのね、アフィリエイトから始まり、もともとはそのアパレル会社の、ね、はいはい、通販だとかから始まって、うん、はい、アフィリエイトで今ここまで、うん、もうアフィリエイトやってないですけどね。そのね、なのに、そうそう、次から次の展開がやっぱ早いよね。そう、早いんですよね。でもね、それにしがみつかないよね、うんうん、その秘訣、うん、成功の秘訣、うん、もうすべて今日はご本人様のね口からすべて聞き出せるところを聞き出して、うん、で、はい、国武会長とね、うん、ごセッションをしていただけたらなと。でパクって俺は儲けるという。そうですね。で飲みに連れてってください。その稼いだ分で飲み連れててください、ね、今日はその間、その8ヶ月間でどれだけ与沢さんが変わられたのかっていうところもぜひ皆さんにご注目いただきたいなと思います。それでは一旦 CM の方に入ります。